はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、もう2020年も終わりに差し掛かっておりまして、12月に入ったので、きっとね、大掃除とか断捨離される方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったので、今回は大掃除と断捨離、これにですね、中古品の転売というものをこう掛け合わせて、こちらをテーマにお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。と言いますのも、メルカリがですね、このような記事を発表しています。読み上げます。昨年の大掃除の際に不要品として処分したことがあるものを尋ねたところ、1位が洋服で、2位が靴、そして3位が本、古本ですね、という結果になり、衣類を処分する人が多いことが分かりました、というふうに書いてますね。続きまして、昨年の大掃除で処分されたもの上位3つ、さっきの3つですね、3つを当該カテゴリーにおけるメルカリでの平均単価から推計したところ、ちょっとなんか難しいこと言ってますね。その機会損失額は1人当たり58,250円という結果になり、多くの人はスマホアプリやリユースショップなどで不要品買取の手段を取らず、1回の大掃除で約 5.8 万円相当の価値を損失していることが明らかになりました、というふうに発表されています。ちょっとね、小難しく書いているんですけれども、要するにですね、あなたが大掃除で捨てているもの、処分しているものを、メルカリに出したらね、もしかしたら 5.8 万円分ぐらいのお金になったかもしれませんよ、っていうふうに言ってるわけですね。で、洋服と靴と古本ですね、これをメルカリで売買されている平均の金額で算出したところ 5.8 万円になったというふうに言ってるわけです。だからメルカリ使ってねっていうふうに言ってるんですけども、メルカリがね、そうやって出してる、宣伝がちょっと含まれてると思うので、この 5.8 万円っていうのはね、言い過ぎなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、僕もですね、捨てられてる分、もったいないなっていうふうに思われる分はあるんじゃないかなというふうに考えております。というのも、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、僕は10年間ほどですね、中古品の転売をずっとやってきておりますので、なんかもうね、物がねそのお金に見えるわけですよ。だから街中をですね、朝とかね、車で走ってたりとか歩いてたりしてると、粗大ゴミの日とかにね、捨てられてるじゃないですか。なんかいろんなものがね、そういうのをね、横目に見ながら歩いていくと、あれ売れるのになとか、あれ多分いくらぐらいになるのにな、もう拾って帰りたいなとかね、思ったりするわけですよ。だから意外とですね、捨てられて処分しているものでもちゃんと自分で売るとお金に換えることができるということがあったりします。普通にあります。そういう、なんていうのかな、そういう業界ですからね、僕たち。だから単に捨てるのはもったいないというふうに思いますので、もしですね、今年12月大掃除される方、断捨離される方、捨てるのではなくてね、一回お金に換えるという選択肢を取ってみるのはどうでしょうか、というご提案ですね。あなたが不要に思っている、ゴミだと思っているものが、とある誰かにとってみれば、すごいね、価値のあるものだったりするわけですね。それを見出すのが僕らの仕事というふうになっているんですけれども、はい、ということで、軽く宣伝を挟ませていただきますとですね、このチャンネルでは中古品の転売に関する情報を発信して、僕はね、大量に商品を仕入れてきて、ヤフオクとかメルカリとかアマゾンで転売するっていうことをやってきております。で、これどうやって商品仕入れてきてるかっていうと、古物市場とかブランドオークションを使って商品をね、仕入れて転売してるわけなんですね。なので、ヤフオクとかね、メルカリとか、こういうののね、中古品の転売に関しては正直言ってプロです。プロだと自負していますので、ちょっとでもね、参考になればなと思いますので、よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録してください。ということで、本題に入っていくんですけれども、例えばですね、先ほどの、洋服とか、靴とかね、本っていうふうに出ていたんですが、これをね、なんで捨てるかっていうと、もうめんどくさいだと思うんですよね。リサイクルショップに持って行って買い取りしてもらうのもめんどくさいと。出張買い取り来てもらって人と会うのもめんどくさいと。で、メルカリに出品するのもめんどくさいというふうに思われてるかもしれないんですけれども、でね、量もたくさんあるし、一点一点こう取引して、出品して取引して、発送してね、梱包してね、発送するのめんどくさいって思われる方のためにですね、今回はですね、なるべく簡単なこの売り方について解説していこうと思うんですけれども、僕がですね、散々ですね、他の動画でも言ってます通り、あるね、一つのポイントを使って、転売してみるのはどうでしょうかと、いきたいと思うんですけれども、それがね、まとめ売りなわけですよ。まとめ売り。
で、一点一点売ると数百円しかならないとかね。まあ、1000円、2000円にしかならないと。まあ、このね、人によっては1000円、2000円。まあ、僕にとっては大金なんですけども、1000円、2000円でね、その労力をかけるぐらいだったらもう捨てちゃうよっていう方ね、たくさんいると思うんですよ。中にはいらっしゃると思うんですね。でも、そういうものも、こうね、ギュッとまとめて、1000円のものもね、10個集まれば1万円の価値ぐらいはあるわけなんですね。だから、ギュッとまとめて出品すると、このまとめ売りっていうのを、一つね、参考にしてみてほしいんですけれども、例えばですね、メルカリで古着まとめ売りっていうふうに検索します。まあ、このような感じですね。そして、これね、一応絞り込みで、売り切れのものだけを抽出してるんですけれども、まあ、メルカリでね、検索すると、まとめ売りっていうふうにして出品してるのが、まあ、するのが一般的なのかなっていうのは、そんなイメージを受けたんですが、これですね、見てください。古着まとめ売りで、まあ、売り切れで検索した場合に、このような結果が出るんですね。で、例えばこの一番上、これ高い順にしてるんで、なんていうんですかね、平均値じゃないというふうには思ってもらいたいんですけど、商品によるんですけれども、一番高いものだと9万5千円で売れていますね、洋服まとめて。で、その下見ると6万円とか、5万6千円とかね、その下見ていくと4万円とか、こうまとめて売ることによって1回の取引しかしないと。写真もその1回の出品分の写真しか撮らないんだけれども、取引自体は1回で済んじゃうわけですね。で、1回の取引で不要品が9万5千円とかね、まあ、何万円、数万円とかになるんだったら、まあ、そんなに悪くないんじゃないかなというふうな考え方。どうですか、これ。はい。で、まあ、同じような方にですね、検索してみて、例えば古着大量とかって検索してみると、女性物の衣類なんかもこんな感じで出てきます。で、まあ、5万円で売れてたりとか、4万9800円とかね、4万円とか、まあ、下の方に行くと3万8000円とかね、3万2999円とかっていうふうにあると思いますね。で、このような感じでですね、こうね、ずらーっとね、大量にして売るということで、取引数を減らすんだけれども、お金はその現金化することも、まあ、楽だよねと。本当は細かく売った方が、そうね、トータル的には、売上は上がるかもしれないんだけれども、まとめて1回で終わらせることによって、こっちのね、手間を減らすっていうことができるわけですね。で、これどういう人が買うかっていうと、もちろん自分自身で使いたいと思って買う人もいると思うんですけれども、転売ヤーみたいなね、背取りをやってる人なんかが買ったりもします。だからまとめて大量にね、こうごそっと買ってきて、その買った人は細かく分けて転売するっていうことをやったりするので、まあそういう人向けに売るっていうことも、まあ考えておいてください。はい。でも同じような要領で、靴の方も検索していきますと、靴まとめ売りですね、こうやって検索していきますと、まあなんかスニーカーみたいなやつが1234、4点セットかな、1個バツがついてるんで、これ4点セットで1万5000円で売れてたりとか、まあ、下の方に行くとレディースのスニーカーとなんかブーツのセットですね、6足セットかな、これで1万4000円とか、その隣も1万4000円で売れてますよね。スニーカーまとめて1万4000円と、はい、このような形でですね、まとめ売りをしていくのはどうでしょうかということですね。で、あと最後本ですね。古本もですね、何気に、まあ、ブックオフに持っていくと、掃除機行って、まあ、ブックオフって言っちゃうとあれだけど、リサイクルショップね、古本の買い取りの、リサイクルショップなんかに持っていくと、あんまりね、値段つかないじゃないですか。1冊5円とかね、まあ、10円とか、まあ、100円ついたらもう奇跡なんじゃないかなっていうね。おそらく、まあ、そういうショップで買い取りする金額って、売ろうとしてる金額の大体10分の1ぐらいの値段をつけてる。10分の1ぐらいの金額で買い取ってるんじゃないかなっていうようなイメージがあるんですけれども、まあもちろんその販売、再販する時の値段にもよるとは思うんですけれどもね、イメージとして10分の1ぐらいの値段をつけてるんじゃないかなっていう感覚があるんですが、本もですね、古本もこうやってまとめて売ることによって、結構金額ついたりします。で、このね、まあ、3万7000円とか3万6000円とか、これ3万5000円はな、静かなるドンかな、なんかそんな感じの、漫画、これまあ揃ってると高くなるっていうのはお分かりいただけると思うんですが、ここからね、下の方ですね、例えばこれ絵本とかをね、こうまとめて売ってるわけですよ。絵本まとめて売って3万3900円とか、2万9400円とかね、2万8500円とか、こういう値段がついてるわけですね。で、まあ、その左下の方に行くとなんか雑誌2万8000円で売れてたりしますよね。だから絵本なんかもこうやってまとめて売ることによって結構な金額になるよということを、一つ覚えておいてください。多分絵本なんてブックオフ、またブックオフって言っちゃった、そういう買い取りのお店にね、持っていくと、まあ、結構ね、本当に安いと思いますよ。まあ、試しに一回持って行ってみるっていうのは手だとは思うんですけど、
ども、まあね、手間もかかるしね、こう査定してる間に時間もね結構かかったりするので、だったらいっそのここねこうまとめてパシャってね画像を撮って、あとまあ細かくパシャ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 撮って、これでね出品してみるっていうのは一ついいんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでこのメルカリがこうね発表している5万8000円っていうのが、まあ、どこまで本当なのかはわからないんですけれども、まあ、意外とねこうやってまとめて出品することによってそこそこの金額になるということが言えますので、一つですねよかったら今年はですね取り入れてみるのはいかがでしょうかということで、今回以上にしたいと思います。はい、ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。まあ最近はあんまり動画の更新頻度がね低くて申し訳ないんですけれども、もうネタもねあんまりねないんですよね。もうほとんどのあのテーマのことはやってしまっているので、まあ、何かですね疑問点などあればコメント欄からいただければ、そのね回答の動画をね撮りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回は以上ですね。それではもったいないのでね、ポイポイ捨てないように注意してください。今年も今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあバイバイ。どうも柳田です。今回の動画はですね2020年も終わりを迎えていると、もう12月になってきたので大掃除と断捨離、これについてですね、まあ、中古品の転売と絡めた情報となります。よろしくお願いします。こちらをね、まあ、昨年の大掃除で処分されたもの上位3つをが損失していることが明らかに。そしてもうちょっと待ってくださいね。できますね。で次。